実は炭酸水に混ぜると最悪がん認知症になりますというテーマでお話をします。炭酸水を飲んでいる人も多いのではないでしょうか。僕は1 2 0キロから痩せた時に炭酸水でダイエット効果を発揮することができたんです。ただそんな炭酸水なんですが、がん認知症を予防する効果があることを知っている人は少ないのではないでしょうか。これは炭酸水を飲むことによって腸内環境が良くなるからがん認知症を予防すること。 がでできるんです例えば冷たいものを飲んだ時にもこの前ん動運動腸の動きは活発になりますから実際に冷たいいい炭酸水を飲めば相乗効果ででさららにに運動がが活発ななるるという研究があるぐらいなんですねそして僕たちの体は日々5,000個から1万個以上のがん細胞が発生しているんですがその細胞ががん化して固形のがんになるには10年以上が必要なんだというふうにも言われています。 そのため自分の免疫細胞が癌が細胞を消滅させる時間はたっぷりあるはずなんですが癌になるということは長期にわたって自分の免疫がしっかりと働かず生活していたというサインになってくるんですねまあそれだけではなく遺伝的な要素も多いんですが免疫がうまく働かなくなる原因として重要なのが腸内環境なんです腸の中には免疫細胞が70%近く存在しています ますから腸の環境を乱すような食事だったり運動不足睡眠不足ストレスなどが続いてしまうと免疫力はどんどん低下していきます腸腸内環境をを改善するるためににには腸の中に何を入れるかが一番重要になってくるんですなのでそんな中でも炭酸水は腸内環境を良くしてくれてがんの予防になるだけではなく認知症のリスクを下げる効果があることも実証されています実際に行われた研究では強炭酸 水を摂取した場合脳の動脈の血流量が増加していたということが分かっているのでそれだけ体の血流も良くして脳の状態も良くしていくという効果があるということなんですねただそんな炭酸水であっても一緒に摂るものというのを間違えてしまうと生活習慣病の原因になったりがん認知症になってしまうということもありますから炭酸水と一緒に摂るといけないものを3つ紹介をしていきます1つ目清涼飲料水 一緒に取るというものではないんですが、甘い清涼飲料水をたくさん飲んでいると、大腸がんの発症するリスクが2倍に高まるということが分かっています。この時の実際の量なんですが、清涼飲料水、フルーツ風味の飲料、スポーツドリンクなどの砂糖入り飲料は、1日大体コップ1杯分ぐらい飲んでいる人は、肥満や苦型糖尿病のリスクが上昇しているし、大腸がんのリスクとも関係しているということが分かっています。これにも 腸内環境の悪化が関係してていいいるるという,ふうに言われているんですね一方でですね、加糖飲料の代わりに人工甘味料入りの飲料だったりコーヒーなどを摂取している人はこれらのリスクが17から36%低下したり水やお茶でも同様のリスクの低下が見られたということが分かっているんですね。つまり炭酸水を飲む時には無糖の炭酸水を選ぶ必要がありますし他の飲み物であっても里入り 飲料を飲むなら一日コップ一杯程度にしておいて他の飲み物も水やコーヒーお茶などのカロリーがないような飲み物でがんや認知症のリスクを下げてくれるような飲み物を飲んでいった方がいいということなんですね続いて炭酸水と一緒にとってはいけないもの2つ目ウイスキー飲酒量の多さもがんになる確率を上げてしまうということなんですこれれはアアルルルルコーーーをを取った時に含まるるエタノールとエタタノノと分解できるアセドアルデ 人には発がん性があるということが指摘されています実際に WHO の発表によるとたくさんの癌の発症リスクが高まるよということが分かっているそうなんですねではどれぐらいの量を飲めば癌になりやすくなるのかというとこれは日本のですね大阪大学が30万人強を対象にした研究でも1日に純アルコール量が20から2 5グラムまでという風に言われているんですねこれを実際のお酒で考えるとこれぐらいの量になるという風 に言われていますこれは男性の摂取量になりますから女性はアルコール分解速度が遅いということがありますからこの量の3分の2ぐらいが適量であると言われています。お酒にもいい面があるんですね。オーストラリアの研究ではですね、アルコールを摂取することによって血糖値の上昇がある程度抑えるんじゃないのとかですね、逆に下げるんじゃないのっていうことも研究によって分かっていますから、あんまり飲みすぎなければ百薬の長と言われるぐらいプラスの面もありますから、飲みすぎには 注意をしましまょう続いて、炭酸水と一緒に飲んではいけないもの。三つ目、加工食品。普段、スーパーやコンビニで売られている超加工食品。スナック菓子やアイスクリーム、ハンバーガー、インスタント麺など、いろいろあるじゃないですか。これらは、腸内細菌のバランスを悪化させ、炎症を引き起こさせですね、生活習慣病だけではなく、癌認知症のリスクが上がってしまうよということが分かっているんですね。超加工食食品というののは食物繊維ビタミン D ななどの癌予防に有効な栄養素が 全く含まれていませんそれに砂糖脂肪塩分が多く含まれていますから潜在的ながん発生物質が発生している可能性があるんですまたこれらの動物性の油と言われている飽和脂肪酸やマーガリンなどのトランス脂肪酸というのは全身の血流を低下させるということも分かっていて京都大学の研究グループの研究では軽度な血流の低下でもそれが長く続くことで軽度の認知障害になることが 証明されているんですねなのでこんな時にはですね食物繊維を一緒にとって腸内環境を良くしていただきたいんですね一言で言うなら野菜果物を加えていきましょうということなんです免疫力を高く保つためには腸内の善玉菌の存在が重要なんですが善玉菌は食物繊維が大好物なんですね食物繊維をもらえなかった場合善玉菌はどん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 減少して病原菌の高い細菌なども簡単に腸の壁を越えて体の中に死ん 入してしまうのでそれががん化してしまうというふうに言われているんですねなのでですねこんな時にはウィルキンソンの食物繊維入りの炭酸水を選んでいただくと野菜や果物が不足していても食物繊維が摂取できるというふうに思いますからそのようなものを選ぶようにしてみてくださいではここからはですね科学的にも証明されているがん認知症を予防する食べ物を5つ紹介をしていきますので参考にしてみてください一つ目ブロッコリーブロッコリーに含まれるスルポラファンは強い香 抗がん作用がある他にもカロテンビタミン B 群ビタミン C E 鉄溶酸なども含まれていて健康効果が高いということが分かっています実際にホップキンス大学の研究によってもがん予防効果があることが発見されていますからこの時にはブロッコリースプラウトがおすすめになってきます一時期ブロッコリースプラウト流行りましたよねがん予防効果があるスルフォラファンは普通のブロッコリーよりもブロッコリースプラウトの方が約20倍も含まれているということがありますからぜひ野菜を食べる時 ににはブロッコリースプラウトを食べるようにしてみてみください続いて、二つ目、人参。人参に含まれるカロテンはですね、体の中でビタミン A に変化して、強い抗酸化作用で肺がんや胃がんを予防する効果が高いということが分かっています。実際にニューキャッスル大学の研究によると、人参に含まれる成分ががんのリスクを33%抑制するんだということが分かっていますから、一日一本程度、人参をどのような形でもいいので分けて取るようにしてみてください。続いて、三つ目、大豆食品。 アイズイソフラボン自体はですね、女性ホルモンと似たような作用をしていますから、これががん予防効果があるんだよっていうことなんですね。実際に秋田大学大学院などの研究では、納豆をすりつぶして抽出した成分を人やマウス以外のがん細胞に投与したところ、24時間以内にがん細胞が消滅するということを確認しているんですね。また、この納豆などにはですね、納豆キナーゼなどが含まれていますから、これらの成分はですね、動物実験においてなんですが、認知症になるタンパク質 アミロイドベータの蓄積を抑制する報告がありますからがんと認知症両方予防できる食べ物となってきますただですねこの納豆食べ過ぎると膵臓癌のリスクが上がってしまうよという風うに言われていますから1日1パック食べるようにしてみてください続いて4つ目キャベツ発がん物質を抑制する効果がある酵素だったりビタミン C やビタミン U が含まれているんですね実際に肺がんや膀胱がんの予防に有効なんだという風うに言われていますこの時にはだいたい千切りキャベツを 200g 程度食べていただきたたいんですねただこのキャベツも食べ過ぎてしまうと逆効果になってしまってがんの発症リスクが上がるよなんていう風に言われていますからたくさん食べ過ぎないようにしてみてください続いて5つ目にんにくにんにくがですね一番がん抑制効果が高いということが分かっていますアメリカの国立がん研究所の発表によるとニンニクは最もがん予防に効く食べ物の一つで1日1かけ程度食べるのが適量であるという風に言われていますでは最後に 最後に、コスパ最強のがん認知症を予防する万能薬を紹介していきます。それは、笑顔で過ごすこと。そうするとですね、漫才だったり落語を見て笑うことによって、NK 細胞っていうのが活性化されて、免疫力が上がっているよということが分かっているんです。逆に、ストレスや悲しみなど、マイナスの感情を引き起こす情報を受け取るほど、この NK 細胞の働きが悪くなって、免疫力が下がってしまうよということが、研究によっても分かっているんですね。また認知症 に関してもですね実際にこのポジティブだった人はですね、ネガティブだった人に比べて49.8%も認知症の発症リスクが低かったということなんですね。自分は若いって思っていたりとか楽しいなとか作り笑いだけでも十分この免疫細胞は活性化するということが分かっていますから食事だったりとか運動だったり睡眠よりも大事になってくるものになってきますからこの動画がいいなと思ったら高評価やコメントで教えていただけると嬉しいです。最後まで 今までご視聴ありがとうございました。それではまた明日バイバーイ